寝癖が痛い。おいしい。はい、皆さんこんばんは。イファヤムの時間です。イファヤムでは、福岡考えるソーシャル学生ネットワークとして1時間のユーストリーム番組をお送りしております。今週も配信に使わせていただいておりますのは、NPO 法人ファイブブリッジの貸し会議室です。ファイブブリッジはですね、毎週特に月曜日にですね、大学生や大人たちがですね、さまざまな面白いイベントを実施していますので、気になる方はぜひファイブブリッジで検索してみてください。はい、で今日も、ですね、MC を担当させていただきますのは NPO 法人メディアアジ職員の根本総一郎と言います。よろしくお願いします。はい。ということでですね、まあ、今日もやっていこうと思うんですけれども。そうですね、まずはちょっと今日の内容を簡単にご紹介しようと思います。今日はですね、まず毎回の通りオープニングっていうことなんですけども、今日は復興トークリレーということでですね、こちら復興トークリレーどんなものかと言いますと、まあ復興に携わる人を紹介していこうということで、まあ、第1回はうちの、団体のですね、メディアジョ代表小屋中子から始まりまして、まあ、その友達の、NPO 法人ガーネット宮城の、そうですね、ナタリーさん、ナタリーさんから今度はマッツンさんというですね、まあ、いろいろな、そうですね、NPO の立ち上げをやってきた方紹介していただいて、今日はまたそのマッツンさんのお友達の江川さんという方が来ていただいたという感じです。はい、ということで、そうですね、復興に携わる、人をお友達つながりでどんどん紹介していくという企画でございます。まあ、どっかで聞いたことあるかもしれないんですけども、まあ、それはちょっとね、気にしないでいただいてと思います。はいですね、その次は、クラウド出動ということで、こちらですね、東北の美味しいお酒を紹介していくコーナーでございます。で今日もね、いろいろ紹介していきますんでよろしくお願いします。ということで、ですね、ここを見ていただくとなんかちょっといつもよりね、すごくガタイのいいうちのマスコットキャラクタータビーがいると思うんですけど、これ毎回書くやつ違う、書く人が違うんですけど、書く人によって結構ね、なんとか肉体もまばらになってきてるということで、まあ、非常に良くないなっていうことは思ってるんですけど、はい、ということでですね、我々、常にですね、ソーシャルストリームでの意見をどんどん拾っていこうということをやっていまして、こちらのですね、番組をご覧いただいている方々はどんどんこちらのソーシャルストリームというところから、こちらに入力してくださいという部分がありますので、そちらからコメントを投稿していただきますであるとか、あとはツイッターではですね、ハッシュタグ笑顔311というものをつけていただくと、こちらのソーシャルストリームにどんどん反映されまして、そうですね、意見が、届くようになっていますので、ぜひ皆様のご意見、ご感想、ご質問などをどんどん、ハッシュタグ笑顔311で投稿いただければと思います。はい、でですね、まあ、ちょっと簡単に最近気に入ってることみたいなのを結構オープニングトークで、ね、紹介するようにしてるんですけど、今ですね、さっきツイッターやってて、東北ずんこちゃんっていうアカウントがなんかリツイートされてきて、なんだこれって思ったんですけど、皆さん東北ずんこちゃん知ってます？東北ずんこちゃん、この中で知ってる人どれぐらい？2人が2本手挙げてるけど2人だからですね、東北ずんこちゃんっていうのがいるんですよ。で、この東北ずんこちゃんっていうのがね、すごい可愛いとかって急に言われても困ると思うんですけど、東北ずんこちゃんっていうキャラクターは、まあ、簡単に言うと萌えキャラなんですけど、東北6県の企業さんであれば無料でイラストを使えるキャラクターなんですね。でもしかもよくあるこう、なんだろうな、行政が作る残念な感じ のゆるキャラっているじゃないですか。まあ、そういう感じじゃなくて結構ガチな感じの萌えキャラでですってね、非常に可愛い。でこの東北ずんこちゃんがなんか今回ボーカロイドを作ろうとしていて、なんかその東北ずんこちゃんのボーカロイドのための資金を募集してますみたいなのがリツイートされて、ちょっと僕も500円ぐらい出そうかなと思ってるんですけど、はい、なかなかですね、東北ずんこちゃん結構強烈な自己紹介がしてあって、名前東北ずんこちゃん、身長157センチっていう、まあ、リアルなところなんですけど、で、まあ、17歳で、まあ、高校2年生と
趣味ずんだ餅作りって、まあ、ここからちょっとおかしいんですけど、ね、でまあ特技が弓道で、まあ、ずんだアローっていう技があって、でそのずんだアローを打つと、まあ、どんな餅もずんだ餅へと変えてしまうっていうことで、まあ、多分先にずんだがついてるんでしょうね、わかんないですけど、でまあそういう感じの特技がありつつですね、でまあ将来の夢は、東京にずんだカフェ、ずんだショップを作ることということで、これいい夢だと思うんですよね。秋葉原に作りたいそうです。でもこれはずんだカフェできたら宮城の人みんな行きますよ、ね、だからね、これぜひね、うん、この東北ずんこちゃん、ぜひ皆さん注目していただければと思います。完全にね、もう私物化してるっていうことを言われるんですけど、いや東北ずんこちゃん非常にですね、東北の企業のみにフリーで使わせてあげるよっていうことで、まあ、非常に面白いあのキャラクターかなと思うんで、ぜひね使ってあげてくださいということですね。はい、ということで、パソコンで声を遮らない、はい、わかりました。毎回ねカンペ読むなって言われるんですけど、読んじゃうんですよ、はい、ということで、じゃあ初めのね、復興トークリレーのコーナーに参りたいと思います。では江川さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。では江川さん、初めに簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。はい、はい、一般財団法人地域創造基金宮城の江川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回ちょっと簡単に2部構成のような形にしようと思ってまして、初めの15分間でこちらの地域創造基金宮城っていう団体がどういうものなのかっていうのを紹介していただき、で、残りの15分間で、そうですね、あの江川さん自身についてちょっとお聞きするというような感じでやっていこうと思います。はい、というわけで早速なんですけども、あの地域創造基金宮城とはみたいな、すみません、なんかすごいざっくりした振り方で、地域創造基金宮城っていうのがどういった活動をされてるのかちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、地域創造基金宮城は、はい、通称というか愛称がサナブリファンドっていうんですけれども、サナブリファンド、はい、はい、東日本大震災を契機として、いろんな国内とか国外とかいろんなところから支援をしたい人とか物とかお金が東北に集まってきたんですけれども、はい、それをなかなか遠方にいる方っていうのは、例えば仙台だったら仙台でどんな被災地からの、まあ、復興に向けた活動をされてるかとかをわからないじゃないですか、海外にいる方とかは。どんな団体が、ね、なのでそれを我々が資金をお預かりをして、助成金という形でお出しをするっていう仲介のお仕事を今しております。なるほど、はい、まあ、結構なんですかね、財団とかっていうと、はい、結構大きな、まあ、資金がもともとあって、それを配ってるみたいなイメージがあるんですけど、まあ、地域創造基金宮城の場合は、はい、あのいろんな方から、まあね、お金を、はい、あのまあ、お預かりしてそれを届ける、そうですね、あの、はいはい、海外のNGO だったりとか、あとは日本国内で活動してる NGO だったりとか、いろいろある、あの団体からお預かりするものもある、企業さんからお預かりする場合もありますし、あとは、広くこう全国とかに、あの宮城県とかに向けて寄付を、あの個人の方から募るっていう活動もしています。あ、なるほど。でも特にあのこの方々から集めるっていうのを決めてるわけではなくて、そうですね、もう本当に、まあ、企業でも団体でも個人でもと、はいはい、いう感じなんですね。サナブリファンドっていうことだったんですけど、このサナブリっていうのはちなみに、はい、サナブリはですね、はい、農家さんが、はい、あの田植えをするときに、はい、まあ、田んぼ広いじゃないですか。もう広いですね。僕もずっと福島なんで、そうなんですね、すっごい田んぼあるんですけど、すごい広いですよね、はい、で田植えするときって言って、あの、はい、自分の家の家族だけで田植えするのってちょっと大変ですよね、まあ、基本的にもう総出です。そうですよね、地域総出です。で、その、はい、まあ、あの農家さんが、田植えをするときに、はい、だいたいこう結衣とか子とか、まあ、地域のつながりのある方たちが、はいはいはい、こう集まってきて、うん、みんなで田植えをして、はい、でその終わった後に、はいはい、まあ、豊作になるといいねっていうのをお祈りする意味を込めて、はい、まあ、お振る舞いの宴会をするんですね、はい、でそれをサナブリっていう、へ、なので、まあ、あの東北 の、 あの地に、うん、まあ、資金という
シードマネーですよね、まあ、種のお金をまあこう撒いていって、でそれがまあ復興に向けて芽を出すといいなっていうような願いを込めてサナプリファンドという愛称をつけられたという話です。あ、なるほど、伝聞ですね。はい、伝聞です。いやでもいい名前ですね、はい、なるほどなるほど、サナプリファンド、そういう意味なんですね。確かにもうそうですね、もう自分たちだけではどうしようもない部分、うんうんうん、まあ、家族だけではどうしようもない部分っていうのを、まあ、いろんな人の力を借りてっていうことなんですね。なるほどなるほど、いいですね。ちなみにこの団体は、はい、震災後に立ち上がったということなんですね。はい、そうですね、2011年の6月20日なので、はい、ちょうど今日で2周年。あ、そうなんですね、はい、ちょうどいい日に。そうですね、なるほど、はい、なるほど、ちょうどいい日に。そうなんですね、はい、この団体がそのなんていうか立ち上がったきっかけみたいなのが、はい、ぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、震災があったのも、まあ、きっかけの一つではあるんですけれども、はい、我々の財団は、仙台宮城 NPO センターという中間支援の NPO が母体となっていまして、うんうん、でそこが、まあ、震災を契機に、うんうんうん、そういった、まあ、資金支援性の資金の仲介はもちろんなんですけれども、うんうん、まあ、地域の課題っていうのは地域が、まあ、解決をして、地域の人たちが担って解決をしていくっていうところの活動に、はい、まあ、資金を仲介するとか、あと集めるとか、うんうん、そういう役割を持つ財団を、うんうんうん、まあ、みんなの力で立ち上げようということで、なるほどなるほど、で、震災後、まあ、3月に震災があって6月20日設立なので、うんうんうん、まあ、大体1ヶ月とか2ヶ月ぐらいの間にですね、全国、日本全国から、一口1万円で発起人を募りまして、はい、で、あの基本財団法人の基本財産の300万円をその寄付で集めて、いわゆるそういうの市民ファンドっていうんですけれども、はい、市民ファンドとして設立をされました。なるほど、はい、あ、じゃあもう本当に一から、まあ、資本金みたいなものがでっかいのがあったわけではなく、うん、そうですね、もう全国から集めて ない中で、はい、なるほど、300万ってすごいですね。すごいですよね、一から、なるほどなるほど、はい、あのそうですね、やっぱり聞いてて思ったのはもうすごくなんというか、あの身の丈というか、まあ、市民一人一人が作り上げてきたという感じで、やっぱりそうですね、やっぱり地域のことが分かる人たちが作ってるっていう感じなのかなということを思いました。結構やっぱり、まあ、いろんな財団というか、例えば赤十字であるとか、あの、まあ、日本財団とかありましたけど、やっぱりその大きすぎることで、なんというか僕らの一部にもやっぱりなんていうか不信感みたいなのがあったりしたっていう話もある中で、やっぱりそのなんていうかよく知ってる人たち、地域の人たちがお金を集めて作って、で地域の人たちが運営してるっていうのはすごく安心するのかなと思いますね。役割分担だと思いますね。例えば大きい災害があった時に、はい、そういう大きい財団とか、うんうんうん、あのまとまった資金が最初からあるところとか、あとはまあ東京に、うんうん、あの本部があれば、はい、いろんな情報ももちろん集まってくると思うので、そういう緊急救援期にあの、まあ、たくさんの団体にこう活動のための資金を渡ししたっていう部分での、まあ、そういう大きい財団とかあの助成金の果たした役割は非常に大きかっただろうなというふうには思うんですけれども、うんうんうん、まあ、その一方で今後継続的に活動していくにあたっては、うん、やはり、まあ、あの地域の特性だとか、あとは、うん、まあ、どんな団体があってどんな人たちがそこの活動になってるのかとかっていうことを、うんうん、まあ、知っている存在があるっていうのも一つ、うん、あの大きな役割ではあるのかなというふうにも思うので、もううまくそこはこう役割分担とか協力できるところは協力して、いろんな方たちと一緒に、あの、まあ、いわゆる本当に復興が一番の、あの目的なので、ね、はい、そこに向けて頑張っていければいいかなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。はい、そうですね、結局、まあ、役割が、まあ、団体によって違っていて、うんうん、でまあ、地域創造基金宮城の場合はその、まあ、密着した地域に密着したっていう形。なるほどなるほど、ありがとうございます。ですね、あとお聞きしたいのはその地域創造基金宮城として、あのどんなプロジェクトにこれまでなんていうか、はい、あのまあ、資金援助をしてきたのかなってちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、はいはい、そうですね、いろんな活動があるんですけれども、はい、例えば、町づくりを今回震災があって、
まあ、津波による大きな被害で、はい、町の中心部だとかあとまあ住んでる場所とかが、うん、こう壊れてしまったりとか、うん、あとは仮設に住むことによってバラバラになってしまった人たちが、うん、まあ、一緒にまたどういうふうに町を作っていこうかっていうような話し合いをする場所にご支援をしたりとか、あとは子どもの支援をしている団体さんで、はい、あの震災を経験した子どもたちっていうのは、うん、一見元気そうに見えるんですけれども、はい、やっぱりあの大体こう2年後とか3年後から、うん、PTSD って言われるようなあの心のこう負担ですかね、うん、あっていうのが外に出てきやすくなる時期だったりするので、そういったところの子どもの心のサポートだとか居場所を支援するっていう活動だったり、はい、うん、まあ、すごく様々な多分活動にご支援をさせていただいたというか、なんか関わらせていただいてるなというふうに思います。あ、なるほど。そうですね、やっぱりあの結構震災があってすぐの頃を、うんうん、あのやっぱり思い浮かべがちで、うん、なんかその頃ってやっぱりがれき撤去とか、うんうん、そういうことばっかりだったんですけど、今やっぱり段階が変わってきていて、やっぱり心のケアというか、うん、そういうところの活動が少しずつ増えてきてるっていう感じなんですかね。やっぱりあのちょっと表面的には見えにくい課題っていうのが、うん、まあ、現場で活動している方たちこそ分かる部分でもあるので、うんうん、なんかそういったところを、まあ、私たちはこう、まあ、例えば仙台引いたりとか都市部にいると気づかないような課題とかを気づくのは現場の団体さんで、それを気づいたところから、まあ、その課題を解決するために何かをしようというところに支援をさせていただいてるんですが、まあ、徐々にやっぱり時間が経つにつれて資金的にとか、はい、人材的にとかいろんなあの課題がやっぱり活動以外の部分で出てきてるところもあるのかなと思うので、今活動してるもうこれから長期的に、はい、あの復興に携わっていこう、この地域の人たちをサポートしていこうっていう人たちを、うん、極力長く応援できるような体制をなんか私たちも作っていけるといいなというふうには思ってます。なるほど、なるほど、はい、その地域の方が初めに気づくっていうのは確かになんかすごく、うん、あ、そうだなっていうことはありますよね。例えば、まあ、あの外部の団体であれば気づくってことももしかしたらあるのかもしれないですけど、やっぱり外部の人たちが来てすぐにあの気づけることってやっぱり少ないところがあって、うん、 そうですね、そこはやっぱり地元との連携は必要っていうことですよね、うん、なるほど、なるほど。あのちょっとお聞きしたいなと思うのが、あのやっぱり震災から2年あって、はい、まあ、経ったということで、はい、そのやっぱり1年目から2年目とこう移り変わってくる中で、うんうん、そのまあ支援していく団体の方にも変化ってあったのかなっていうこと、そうですね、やっぱり、はい、私が入ったのは2011年の8月頃だったんですけど、その頃から、はい、まあ、あのいろんな団体さんをにお会いさせていただく機会があったんですけれども、うんうん、地域の方たちがなんか担う活動であったりとか、うんうんうん、あとはもうあの短期的なものではなくて長期的なご視野で、うんうん、例えば外からご支援に入ってきてくださった団体さんが、まあ、地域の人たちに自分たちの活動をどういうふうに引き継いで、うん、そしてまあ、次の支援にこう移って撤退していくかっていうことを考えながら活動されていたりとか、そういうだんだんあの、まあ、人のプレイヤーも変わってくれば、はい、あとはそうですね、団体の性格も、うんうん、あのなんていうか復旧から本当に復興へっていうようなところでは変化があるかなと思いますね。なるほど、なるほど。もともとはやっぱり復旧を目的としていた人たちが多かったけど、ね、うん、今特に結構あのお話聞いた中でああと思ったのは、うん、やっぱりその外部の団体が少しずつその変える撤退するっていうことも、うんうんうん、まあ、今起き始めて、うん、でその撤退するときにじゃあいかにそれを引き継ぐかっていうことが今は結構じゃあ問題になっているというか、そうですね、まあ、焦点になってきて大事なところだと思います。なるほど、なるほど。そうですね、僕らはやっぱりなんとなくそのボランティア団体っていうものが、うん、あのなんていうか自然に集まって、うん、自然にずっとやってるようなもんだと認識してる部分があると思うんですけど、うん、やっぱり、まあ、その中にいる人たちって人なので、うん、やっぱりそのいつかは撤退しなきゃいけないとか、うん、引き継がなきゃいけないっていう問題が出てくるですね、うん、そうですね。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、というところでですね、はい、あのちょっとソーシャルストリームの方も若干見ていこうと思うんですけれども、はい、やっぱり時間が経つにつれて、いろんな不足など問題が見えてくるどこも同じですねっていうコメントが、うん、やっぱりね、初め大丈夫だったものもね、
田さん、サナブリって言葉久しぶりに聞いたと。お、知ってらっしゃる。結構僕も聞いたことなかったので。あ、そうですか、はい、私も聞いたことなかったです。あ、そうですか。なかなか、はい、結構ね、昔じいちゃんばあちゃんとかに言えば、そうですね、すぐにピンとくるのかな。ご存知かもしれない。うん、なるほど。さてさて、なぜかね、結構東北ずんこに対するコメントが結構あって困ってるんですけどね。東北ずんこちゃんは東北の企業であれば誰も使える萌えキャラですっていう、まあ、江川さん11アカウントのやつに対して、うん、S マスクさんが、はい、ここ東北企業であれば誰も使える萌えキャラ試験に出ますよっていうことをね、リプライでくれてるんですけど。じゃあこれは結構大事なことなんですね。東北企業であれば誰でも使えるってすごいですよね。そうですね。じゃあ多分、例えば地域創造基金宮城さんでも使える。使える。使う。使う。使う。使っていいかどうかはまたちょっと別の問題になってきましょうか。もう分かんないけど。トップのバナーのところにも東北ずんこみたいな。ゆるキャラね。でも、あ、萌えキャラか。ちょっと萌えキャラなんですよ。萌えですね。そうなんですよ。萌えですね。あの、結構だから、なんだろう、結び丸的なものを予想しながら見てみると、あ、すごい萌えだってなっちゃう。萌え。そうそうそう。ちょっとどちらかというとゆるがいいかな。そうですね。はい、ちょっとずんこちゃん結構ちょっとエッジが効きすぎてたっていうかね、強力すぎましたね。はい。なるほどなるほど。ありがとうございます。いろいろコメントあったんですけど。ということですね。あ、どんどん笑顔さん11でね、あのコメントいただければと思いますけども。はい。ということでですね、ちょっと音声の方に若干のノイズが入っているかもしれないそうなので、ちょっとお聞き苦しいところありましたら教えていただければと思います。はい。ということでですね、ちょっと次に江川さん自身のことについてちょっとずつお聞きしようかなと思うんですけど、はい、あの江川さんは、もともとあのこちらの方なんですか。はい、地元は、はいはい、実家は仙台で。あ、そうなんですか。はい、生まれ育ち仙台で、はいはいはい、高校までは仙台いました。あ、ちなみにとかって聞いてもいいですか。学校ですか。あの、はい、某仙台育英、はい、あの甲子園とかでもガンガン活躍する、はいはい、そうですね。なるほどなるほど、はい、そうです。某仙台ですね。はい、はい、何も隠してないんですけど、ね。はい、あ、そうなんですね。で、はい、大学からは、大学は、はい、神奈川の方に行きまして、横浜の大学に行って、はい、でそのまま横浜で金融機関に就職をして、はいはいはい、ここで4年くらいお仕事をしてました。あ、そうなんですね。はい、じゃあ元々はもう完全に横浜で、うん、まあ、仕事をしていて、で今回震災があって、そうですね、っていうことですかね。震災がある前から、はいはい、やっぱりあのなんか中学高校の頃は仙台ってつまんないなと思っていて、うん、はいはいはい、無難だし、なるほど、なんかちょっとこう、はい、うん、そうなイベントは大体東京であるので、あ、なんか東京っていうか関東に行きたいなと思っていて、でまあ進学したんですけど、はい、まあ、住んでたところ全然都会じゃなくてすごい田舎だったんですけど。そうなんですか。横浜の田舎、シーパラダイスとかの近くっていう、海があるところだったんですけど、すごいローカルな、はい、なんかだったんですけど、まあでもやっぱりなんとなく将来は仙台に帰って生活したいなっていうのを思っていて、でそれでまあもしもう帰ろうと決めたのが2010年の12月末ぐらいで、ちょうどなんていうか震災のちょっと前ぐらいですね。で2月2011年の2月に退職したいって言ったんですけど、まあちょっと3月末までいてくれって言われて、はいはいはい、じゃあ3月末までいるかと思ってたら、まあ震災が起きて、ね、はい、で4月にあの実家に帰ってきて、はい、なるほど。あ、じゃあもう、もうそろそろ仕事辞めようかなって思ってた時に、まあ震災が来て、そうですね、で帰ろうということになったと、はい、なるほどなるほど。で帰ってきてすぐにお仕事、こちらの仕事を始めたっていうことは、ね、ではないですね、はい、4月に帰ってきた頃はまだ設立されてなくて、はい、そうですよね、はい、そうです、そうです。で私はちょっと家の手伝いとか、まあ、そういったことをしていて、はい、で7月くらいにあの、まあ、せっかく東北にいるっていうことが、まあ、どういう意味があるのかなっていうふうに思った時に、やっぱり何かしらこの自分の地元に関わる、復興に関わる仕事ができたらいいなっていうのをちょっと思っていて、あ、なるほど、はいはい、それで、それで、そうですね、でもすぐにこの活動に行ったというよりかは、
いや、はい、結構すぐにその活動に行っていて、はいはい、あ、はい、なるほど、はい、すぐ、そうですね、東京 で、はい、あの東京であった、はい、NPO 法人エティックさんの右腕を派遣するっていうプロジェクトを、右腕派遣プロジェクト、そうですね、はい、知って、はい、で、うんうんうん、まあ、なんかちょっと行ってみようかなと思って行ったんですね、うんうん、でその時、はい、多分1回目ぐらいだったと思うんですけど、ちょうど、うんうん、ま、前回出てた松島さんが、うんうん、はいはいはい、松島さん、あの右腕を募集したりとかしてたんですけど、あ、そうなんですね、はい、なんかリーダーの人たちが、はい、あの、ま、自分と一緒にプロジェクトに関わる人を探すっていうイベントで、はいはいはい、でなんかやたら、ま、あの松島さんの話を聞かれた方は分かると思う、なんかやたら熱い人たちが、ね、なんか行動力を伴って東北にたくさん集まってるなっていうのをその時に実感して、うんうんうん、で何かそこで私も関われないかなと思って入ったのが、うんうん、サナブリファンドだったっていう、ね、あ、なるほど、はい、じゃあそのエティックさん の、 あの右腕派遣プロジェクトの、うん、まあ、右腕として、そうですね、まずサナブリファンドに入って来られた、はい、ということだったんですね、はい、この右腕プロジェクトっていうのは、あの、まあ、いろんな、なんていうか、プロジェクトの右腕を募集している、そうですね、リーダーの方っていうのは大体、まあ、その当時はやっぱりそういう何かをしなければいけないって思いで東北に来て、でもうまさにその直面するこう現場でですね、日夜不眠不休で、うん、あの、うん、もうその当時は復旧ですけれども、に向けて、うん、あの、まあ、精力的に活動されている方で、やっぱりその、うん、そういう人たちって目の前のその目標に向かってひたすらまっすぐ走っているので、うん、まあ、そのサポートをする役割の人をこう自分で探すとか、うんうん、自分でなんかこう連れてくるっていうことってなかなか難しいなという部分があったと思うんですね。でそこをまあ、はい、NPO が入って仲介をして、うんうん、でも活動支援金っていうものをいただきながら、うんうん、まあ、リーダーの下で一緒にそのプロジェクトに関わるっていうようなのが、まあ、右腕の役割なんですけれども、うん、そのプロジェクト自体もすごくいいプロジェクトですよね、うん、やっぱり思ってたのはやっぱり震災後ずっといろんなボランティア団体の方とお話ししたんですけど、うん、やっぱりそのなんだろうな、震災があってから2ヶ月後3ヶ月後ってなってきた時にやっぱり団体の方がものすごいその疲労を抱えていて、やっぱりその自分がやんなきゃいけないっていう思いもありながら、でもあのなんだろうな、休んだらあの結局他の人たちに迷惑がかかってしまうっていうことも同時にあって、すごくなんていうか大変な状態にある人たちがたくさんいたなと思うので、うん、そこでその右腕が外部からあの、ね、来ていただけるっていうのはすごくありがたいのかなと思います、うん、じゃあその右腕プロジェクトで来て現在も右腕ということではなくてですか、そうですね、6月、はい、6月に設立があって、はい、8月から私は右腕として入ってたんですけれども、はい、12月2011年の12月1日に、うん、あの、うん、もう右腕が卒業という形になって、はい、今の、まあ、サナブリファンド の、うんうんうん、あの正規雇用のスタッフとしてお仕事をさせていただいているので、うんうん、今は、はい、もう普通の職員になりました。右腕、ねはい、卒業というのがあるんですね。そうですね。なるほど、なるほど。じゃあ職員さんなわけですよね。はい、はい、ちょっとあのそうですね、この辺はあのもしいやあの答えたくないですって、はい、バイファーは答えたくないですって言ってくれれば OK なんですけど、はいはい、あの一般財団法人っていうことで、はい、結構あの特殊な、はい、あの、はい、お仕事になるのかなと思うんですけど、はい、そういうその一般財団法人であるとか、うん、そのこういうなんていうかな、社会的な問題を解決するようなお仕事に、うん、あのついてる中でのなんか自分のなんだろうかな、大変なことであるとか、うん、あとは逆にやりがいを感じるところみたいなのがあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、うんはい、そうですね、はい、大変なところはやっぱりまあ企業とかでお仕事をするよりかは、うんはい、まあ、お給料とか、うん、あとは福利厚生とか、福利厚生ですね、はい、保険とか税金とか、 なんか、ね、そういうことを企業に普通にこう就職して勤めてれば、うんうんうん、まあ、大体企業がやってくれることなので、はい、あんまり考えたことなかったんですけど、うんうんうん、そういうところ考えたことないままポンと辞めて飛び出てきて、うん、なんだ住民税って結構高いんだなとかそういうことを辞めてから気づくことはたくさんあったかなと思うんですが、はい、まあ、その一方でやっぱり自分がなんか関わりたいと思っていた仕事に関われて、うんうんうん、まあ
そのやりたいことをやれるっていうことと、あとはなんか自分の力でこう少しなんかいろんなことを切り開いていけることだとか、あとはなんか周りに面白い人がたくさんいるっていうのはすごくこういいところでもあるかなっていうふうには思います。なるほど、はい、やっぱり面白い人いますかね。いますね、いますね、はい、いると思います。というかそうですね、なんか一般企業みたいなところと、うん、やっぱりそのなんていうかこういうなんか NPO とかこういう社会なんていうかな社会起業家みたいなところの人たちで、うん、なんていうかすごく性質が違うっていうのはやっぱりあるんですかね、うんうん、どうでしょうか、うん、なんだろうか。これはあれですか、学生さんが結構見てますか。割と。あ、そうなんですね、はい、あの別に企業に行ったから、うん、あの社会課題を解決できないわけではないと思いますし、うんうんうん、それがなんか例えば NPO よりも社会起業家みたいな形で事業として回してる人の方がすごいとかっていうことでも全然なくて、うんうん、やっぱりそれぞれのそのできることとできないことがあると思うので、なるほど、自分が何ができるかとか、はい、まあ、規模で動くんだったら絶対企業が動く方が大きなことを、うん、まあ、すごいスピードでできると思うんですけど、うん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 、ただその代わりね、中のこう意思決定が大変だとか合意を得るのが大変だっていうことがあったり、はい、まあ、NPO だったらなんかこう、うん、そうですね、お金を稼ぐのはなかなか大変だとは思うんですけれども、そうですね、まあ、一つ一つこう、うん、その目の前にいる人に対して、はい、まあ、丁寧にできるっていうこともまあ一方であるかもしれないし、いろいろとその、まあ、できることできないこと、やりやすいことやりにくいことがいろいろあると思うので、うん、まあ、一概に何がいい悪いとは言えないと思うんですが、うんうん、まあ、それがどこが自分に一番合ってるかっていうことだったり、なんかどの部分を一番やりたいかとか、それによっても違うのかなとは思いますね。自分がやりたいことは何だろうって考えて、うん、それにこう合った選択、うん、まあ、一概に例えば大企業だったら全てできるってわけでもないし、逆に NPO だから、まあ、なんていうかやってることが全て尊いとかいうのとはまた違う、うん、そうでしょうね、なかなか ね、 そうですね、はい、結構そうですね、じゃないですか、やってみれば、とりあえず、まずね、まずやってみようっていうところですよね。やっぱ僕自身、まあ、今 NPO の職員っていうことでやってるんですけど、はい、やっぱりなんていうか、まあ、いろいろとなんていうか親父とかにはものすごくせっつかれるというか、税金大丈夫なのか、うん、で、まあ、あのこれからもそれで例えば家が作れるのかみたいな、なんていうか家作るつもりないんですけどなんか、なんか、まあ、でも割と結構あのなんだろうな、会社の人からすると、うん、あの考えられないっていうような部分もあるみたいなんですけど、そうですね、でも逆にだからそこにいるからこそできることっていうのも間違いなくあって、うん、やっぱりなんていうかそういう選択っていうのもなんか一個のなんていうか選択肢として、うん、あなんかみんなにあるといいのかなって思います、ね、うんうん、そうですね、そこの行き来が自由になるともっといいなと思うんですけどね、うんうんうん、NPO に行ったり企業に行ったり起業したりとかっていうのが、そうですね、なかなか一回ね企業を辞めるとこう、うんうんうん、まあ、今なんか定年までとかっていうのがだんだん崩れてきてるのだとは思うんですけど、それでもまだまだ、ね、あんまりこう頻繁に企業を転職するっていうような感じでもないし、そうですね、ただでも別に辞めることがレールから外れることでもないと思うので、うんうんうん、ね、NPO で働いてみて合わないなと思ったらまた企業で働くとか自分で事業を起こすとか、なんかそういうのがもっとあんまり、まあ、考えてないだけかもしれないですけど、うん、自由になるといいですよね、うん、確かに結構なんですかね、何人かお話ししてて、うん、やっぱりもともと企業にいて、うんうん、で辞めて NPO っていう方々は結構何人かお会いしたんですよ、うんうんうん、でもなんていうか逆に NPO から入って企業に入ったっていう話はあまり聞かないっていうのがあって、うんうん、なんかその辺ってあまりこう今こう交換というか人材の交換がされてないのかなっていうのがあって、あ、確かに、なんか若干それってもったいないかもなっていう、うんうん、例えば NPO とか、 そのなんか一般社団法人とか、うん、そういうところでその社会の問題解決っていうのをやってきた人が、うん、例えば大企業でその力を発揮するみたいなことって可能ではあると思うんですよね。そうですね、うん、一部では可能だと思います。そうだからなんかその辺もっとこうなんていうかいろいろね自由になるといいですよね、うん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 、っていうのはありますね。そうですね、うん、というところでね、コメントが若干あったので、はい、住民税って結構高いんだな、これはサラリーマンを辞めて独立した人あるあるって書いてありますね、うん、あ、これはもうじゃあ独立しようと思うと毎回みんながぶつかる。そうですね、あとなんか退職して、はい、なんか翌年
来る非県民税とか、はい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 、あ、県民税なんか、はいはい、私退職金それでなんかなくなりました。4年ぐらいしか働いてなかったからそんなにもらってないんですけど、はいはい、ちょっと好きなもの1個ぐらい買えるかなとか思ってたら、思いますよね、はい、あの買ったらあと、はい、後から来たこう県民税の、の納付にこう震えるっていう。持ってかれた。しかももう横浜市には住んでないけど、はい、横浜市に納付するんだねみたいな。あ、そっか、神奈川にもうそう入って渡して帰ってくる。そうです。それでこれ本当に払わなきゃいけないのか、うん、懸命にこう検索するも払うべしっていうことでしたので、お気をつけくださいみたいな。税怖いですね。怖いですね、分かんないからね。勉強すればいいんですけどね。今コメントくれてた方も、あの初めの独立して初めの年に結局県民税が払えなかったっていう経験が一番なんかすごいダメージとしてあったっていう話をしていて、ね、うん、あ、そっかと思って、怖いな税ってって、ね、学生やってるとそれ気づかないですからね、絶対ね。企業で働いてても結構、そうですよね、はい、納税してる感がないので気づかないですね、はいはい、あ、もう引かれて、引かれて、うん、入ってくるから。なるほどなるほど。結構ね、そういう意味ではある意味そういうところも実は企業ってあの救われてるんだよねっていう。そうですよね、うん、やってくれてるっていうのは、ね、なるほどなるほど。なかなかね、そうかそうか。そうですね、あの右腕プロジェクトについていくつかコメントがあったので、はい、右腕プロジェクトっていつ、はい、今もやってらっしゃる。今もやってます。はい、はいはいはい、先週ぐらいに東京でまたイベントをやっていたり、うん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 、はい、なるほど。はい、基本的に東北のあの、うん、いろんな活動にっていうことなんですかね。そうですね、主にまあ復興に関わる活動に対しての募集っていうことになってますね。なるほどなるほど。チケタうどんさんから貴重なお話聞けましたっていうコメント、ありがとうございます。大丈夫ですかね。本当に貴重かな。大丈夫かな。いやいや大丈夫ですよ。あのなんか今話した中でちょっとまだあのここ最後に届けたいとかっていうのがあったら、ちょっと一言お聞きしたいなと思うんですけど、なるほど、ありますか。はい、結構そうですね、無茶ぶりですけど。なんだろう、うん、まあなんかあの、去年とか、まあ、今年もなんですけど、うん、いろんな人にこう寄付を呼びかけるプロジェクトなんかをやったりしていて、あとはまああの東京の人、まあ今だんだん震災のことが風化をされていくんじゃないかっていう中で、東京の人といろんな人と話す機会があったりするんですけど、はい、こうすごくこうなんか支援をするっていうことをなんか難しいことに考えてる部分ってあるのかなと思っていて、なんか役に立たなきゃいけないとか、あとなんかこういいことをよりいいことをした方がいいだろうとか、 なんか変に手を出しちゃいけないんじゃないかとか、 なんかそういう風に思われる方がいたりとか、 あとなんかやっぱ何かしたいんだけど何ができるかわからないとか、 なんかそういう風に思われる方結構いらっしゃるなっていうのを感じていて、 学生の方々とかも またそうかもしれないんですけど、なんか1000円の寄付とかでもいいんですよ。お金を渡すのってそんなに悪いことじゃなくて、団体にとってはすっごく喜ばれることなので、でもいいし、あとは もちろん事前にちゃんと連絡をした上で、なんかその活動についてなんか聞きに行くとか見に行くとか、まあ、向こうが OK って言ってくれたらだと思うんですけど、とかっていうことだけでもすごく、あの団体の方って日頃こう活動に専念してると、そういう発信ってなかなかできなくて、でも自分が活動してることを聞いてくれて、でなんか、あ、その活動すごくいいですねとか、あとなんか応援したいですって言ってもらえることがすごく嬉しいこともあったりとか、そうですね、そういうこともあるので、あまりなんか難しく考えすぎないで、なんか みんながこうできる、なんか何ですか、元気玉じゃないんですけど、みんなができることをちょっとずつ集めると、はい、それがすごく大きな力になるんじゃないかなっていうのを思うので、なんかよかったらぜひ、はい、何かできることを一歩始めてみていただけるといいかなと思います。ありがとうございます。いや、はい、すごくなんていうか難しく考えちゃうっていうのは確かにそうだなと思うんですよね、うん、結局、まあ、震災があってから、まあ、かなり年月も経ってきて、うんうんうん、結局あのこれをやりたいと思うんだけど、うんうん、やったらなんていうか例えば被災した方に迷惑をかけるじゃないかとかって、うん、もちろん少しはそういうことを考えることも大事ですけど、でも考えすぎちゃって何もできなくなっている人たちと確かにいるのかな、うん、そういう方がその気軽にお話を聞きに行ったり、ね、できたらいいのかな。あの個人的にやっぱりいろんな福祉団体とかやってて思ったのは、はいはい、あの
一番言いづらいけど必要なものってお金だったりするじゃないですか、うんうん、そうですね、そうですね、でそれを助けてくれる例えばその財団みたいなものって非常にありがたいし、それを例えば支援してくれる人がいたらすごく助かる、うん、そうですね、と思うんですよね。だからぜひこれからもちょっとこのねつなぐりファンドもそうですし、うん、まあ、ご覧になっている皆さんもぜひちょっと、はい、まあ、1000円でもいいし500円でもいいから、よろしくお願いします。そうですね、寄付してみようかなっていうのも気になる団体にぜひ、はいはい、あると嬉しいかなと思います。はい、はいはい、ということでですね、ちょうど時間がやってまいりましたので、はい、今日はこれまでで、そうですね、最後に、はい、毎回ですね、はい、お友達紹介っていうことを、はい、まあ、どこか聞いたことあるんですけど、はいはいはい、お友達紹介っていうのをやってるんですけども、はい、江川さんの方から、はい、この方みたいなのがいらっしゃって、ですね、はい、始まる前に Facebook に書いたんです。はい、あ、はいはいはい、来月話したい人。あ、本当ですか。来てるかな今リアルタイムで確認できる。ちょっと待ってくださいね、はい、来てるかな。来てたらその人に頼みます、はい、はい。このリアルタイム性いいですね今決まりますみたいな、ね、投げてみるみたいな。はいはいはい、なるほど。開くかな、私ちょっと開いてみますか。その方が早いかもしれない。皆さん、あ、コメント、あ、いいねってしてるけどコメントしてる人はいないですね。じゃあこのいいねしてる人誰ですか。4人4人はいいねしちゃったからには庄司さんと宮本さんと灰島さんと、はいはいはい、じゃあまずこの人に当たってみます、はい、ということで連絡させていただきます。なるほど、ありがとうございます、はい、ということで、では、はい、1ヶ月後の、はい、じゃあ復興トークリレーでまたお友達に来ていただけるということで、はい、すみません、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ということで地域創造基金宮城の江川さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということですね、非常にためになるというか、これから何ですかね、社会的になんというか問題を解決するような活動をやりたいとかいう方々にとってはすごくなんというか身になるお話だったんじゃないかなと思いますね。はい、ということでコメント欄がねいろいろと来てるのでちょっとお聞きしていこうかなと思います。どっかで聞いたシステムの時間、はい、すいません、どっかで聞いたシステムですね、まあ、復興トークリレーっていう名前がオリジナルなだけ許してほしいなと。もともともっともっとパクる予定だったので、はいということでね、お疲れ様です。西村さん、あ、お疲れ様です。ぜひ今日も見ていってくださいね。市民税にこれから苦しめられる予定の私ねえ市民税ってちなみにいくらぐらいなんですか、わかる人何万円何十万円みたいなのかいやダメだね、世間知らずばっかりだねいやおっかないね。いやでも税金はね国民の義務ですから、はい、納税ですね、おっかない、おっかない納税ですねっておかしいですね納税ですねっていうまとめはおかしいということで、はい、ではね次のコーナーに行ってみようと思います。ということで次はクラウド酒造のコーナーです。じゃあこれは大友君かな、お願いします。はい、失礼します。失礼します。あ、どうも失礼しますどうもということで、ギョー君は今日は、はい、どんなお酒を紹介してくれるんですか。ですね、今日はですね、はい、宮城県の有名な、まあ、酒造さんの一ノ倉さんが出している姫膳というシリーズを持ってきました。はい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 、姫膳、はい、ちなみにこちらどういったお酒なんですか。そうですね、一ノ倉さんいろいろなお酒を日本酒出されてるんですけど、この姫膳っていうのはですね、はい、ちょっとアルコール度数が通常の日本酒に比べて低いので、うん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 、なんていうかこう、まあ日本酒というとどうしても強いイメージあるんですけど、うんうんうん、まあ女性にも向けられた飲みやすいお酒ですね。はい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 、ただね、若干毎回そのクラウド酒造でコメントが飲みやすいばっかりだっていう苦情があって、はい、ああもうやばいっすねあのね、やっぱり飲みやすい以外の特徴もあればっていう。そうですね、うん、ぜひこれは姫膳という種類なんですけど、はいはい、この他にもいろいろな味があるので、はい、ちょっとそういうのもちょっと見てほしいなっていう、いろいろ、まあ、姫膳の梅酒もございますし、うんうんうん、あと気になるところで言うと柚子とかもあるので、うんうんうん、もう分類がもうリキュールになっちゃうっていうぐらいあるので、そんなにあんまり強くない、強くないっていう、なのでこれは結構
日本酒をこれから始めたいっていう人にもぜひなんかおすすめしたいなっていう、はい、じゃあ初めはこれみたいな。そうですね、初め飲んでみていきなりこう強いのというよりかはまあちょっとこういうのを試してみてっていうのもいいのかなと思ってます。なるほどなるほど、はい、ちょっと補足していいですか、うん、あの一之倉さんっていう会社はあの宮城県の、大崎市の松山というところにあるんですけども、はいはいはい、大崎市だった、はい、その松山に、ですね、酒ミュージアムっていうのがあるらしいんで、へえ、よかったらぜひ取材行ってきてください。酒ミュージアム、酒ミュージアムストレートの名前だね。なるほどなるほど、ちょっと行きたいなっていう感じ、うん、ちょっと行きたい、行ってきます。お、あ、なんか行ってくるっていう、なんか立候補があったので、あったんで、よし、じゃあ行こう。気になりますね。で、まあ、毎回このクラウドショップの、はい、あの一番の特徴は、はい、あの生で酒を飲み始めるっていうところなんですね。なかなかないですね。はい、なかなかないので、あの、はい、今日もね、飲み始めようと。はい、あの我々どっちも一応青年しております。あ、そうですね。一応これは言っておかないとですね。22です。はい。僕はもう23ですよね。気づけばね。大学生の23っていうか、まあまあまあ、そういう人もね、そういう人も中にはいます。それが大学生のいいところですから。そうですね。なんか外国には40歳とかの大学生もわらわらいますから。ああ、いいですね。うん、そこはね、大学生というのが20代しか指さないというのが日本の良くないところですよ。なんか言ってますけど。なんか言ってるけど、さっきね、はい、あの広瀬さんからコメントがあって、あれですって、市民税年収の 7% くらいですって。僕はちょっとアルバイトをしすぎて、はいはいはい、追徴課税されました、市民税のあれってさ、103万とか超えないとじゃなかった？僕はなんか101万とかで来ましたよ、うん、101万行ったの。でも来ましたね、なんか言っちゃったんですけどフリーターじゃないですか。103万は行ってないんですよはいはいはい、あ、そうなんだ、くらいで行ったんで、よくわかんないんですよね。税金は大事なことなんで。税金大事だね。それ普通に納めなかったら脱税ですからね。そうですね。はいはいはい。なんでこんなに税金の話してるんだろう。そうですね。でもまあ大事なことやから。はい、じゃあ早速行きますか。じゃあこれはやっぱり飲みやすいは禁止ですよね。飲みやすいね。自分で言っといて結構禁止されるときついなって思う。じゃあ飲みますか。姫前さん。そうですね。これね、香りがいいですよ。この時点で。花のように甘酸っぱい優しいお酒。あー、飲みやすいじゃないからねすごいフルーティーっていうか、はい、これほとんどなんかチューハイみたいな感じですよ。へー、日本酒とチューハイだったらちょっとなんか3割ぐらいチューハイより、おー、かなり、うん、いけます。あ、そうなんです、いっちゃいます、かっこいいです今ね、あのアイブシルバーさん、イブシルバーさんが美味しそう、でもお高いんでしょって。あら通販みたいなこと言ってますけどこれね、あ、ちなみにお値段、ちなみにお値段は、スタッフの方、はい、お値段はございますか。はい、ございますよ。お値段おいくら前、はい、こちらの商品名を教えていただいてよろしいですか。姫膳、姫膳ですね。姫膳、あのですね、いろいろ種類があるんですよ。はい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 、姫膳スイート、はい、姫膳ドライ、うん、姫膳ゆず、うん、姫膳梅、とうとうございますよ。そちらの商品は姫膳スイートですね。姫膳スイート、はいはい、こちら今出てますね、はい、見えますか。ちょっとちっちゃいかな、ちょっとちっちゃいですか、うん、はい、そちらの瓶は何ミリリットルですか。これ4号瓶ですね。720、1000円です。1000円、おー、これね、うまいよこれ本当に日本酒ぽいっちゃぽいですけど、それよりもやっぱりそのリキュールっていうか、うん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 、本当になんか甘いですよね。なんかそうね、竹尾さんの感想、はいはい、本当になんかスイートな、うん、スイートな結構果実っぽいですよね。はいはいはい、はい、これぜひね、日本酒は飲めないって方もいけるんじゃないかなと、ね、うん、これはね、いける、美味しいですねこれ、うん、日本酒これで始めましょうって感じですね、うん、もう一杯いきますかあとね、飲みたい人はね、飲みに来ていいんですよ。そうですね、うん、はい、おいで、おいでおいでおいで、いけない来たらいいんじゃないということで、ちょっと配信側のスタッフが飲みたいって言ってるんですけど、まあそれはね、アフタートークの後かな。そうですね、っていう感じですね、はい、ということで、はい、ぼちぼち時間ですけど、はい、これはじゃあまた1ヶ月後に。そうですね、1ヶ月後に新しいお酒を紹介するありましたら、はい、
次のお酒は何になる予定ですか？まだ分かんない。いろいろ候補が ありまして、はいはいはい、僕は東北学院大学生なんですけど、はいはいはい、東北学院大学もお酒作って出してるんですよ、ね、そうなんだ。何なんだっていう話なんですけど何を進めてるんだ。そういう大学生協に置いてあるのでそういうのも気になりますし、うん、あとはまた姫膳のいろんな他のシリーズもあるじゃないですか。はいはいはい、今いっぱいありましたね。柚子とか梅とかあるのでちょっといいですよね、まあ、あとはやっぱり石巻の方のお酒とかもいいですし、何かリクエストとかあれば、うん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 、ぜひねこちらソーシャルストリームに、そうですね、ご意見欲しいなっていう、この辺の東北のこの辺のお酒を飲みたいっていうコメントがあれば、あれば、はい、ぜひぜひぜひね。ということでね、はい、じゃあ今日もクラウド酒造のコーナーでした。はい、どうもありがとうございました。はい、ということでね、なんかみんな拍手をするかしないかで、またいいですよ、拍手して。はい、ということでね、姫膳の紹介中、いいな、私も飲みたいですと。来ていいですよ。あのですね、イファイアムではまあ、現場に来た方がお酒が飲めるっていう特典があります。本当そんな俺すげえ。そんなやり方したらあかんですよ。ダメですね。まあそんな、まあ、それ以外、まあ一つのね、一つの特典としてそういうものはあるよということですね、次に告知ということで、では告知をしてくださる方々に来ていただこうかな。じゃあお二人いらっしゃいください、どうぞ。はーい。はい、ということで、座っていいよ、座っていいよ。はい、こんにちは。こんにちは。はい、スラックに半笑いでこんにちはって言ってました。ということで、じゃあお二人にちょっと、お二人はどういった団体の方なのか、簡単に自己紹介をしていきます。はい、ですね、私どもは、NPO 法人、Teach for Japan という団体の、東北事業部の方で、スタッフをしております。私は、東北大学、文学部3年の石脇亮吾と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく東北大学文学部3年の遠藤めぐみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、じゃあお二人早速ね、Teach for Japan からの、はい、まあ、ちょっとイベントの紹介があるということで、紹介していただこうと思います。はい、そうですね、はい、今週、来週か、6月23日の日曜日にですね、はい、はい、こちらになります。はい、こちら、我々と Teach for Japan の代表理事の松田祐介というですね方がいるんですけども、その方の講演会を東北大学の図書館の方で行います。はい、で、まあ時間限られてるんですけれども、ちょっと松田の紹介の方ですね、ちょっと軽くしようかなというふうに思います。はい、まあ、松田はですね、まあ、こういった教育 NPO を立ち上げたんですけど、まあ、その契機としてその自身 その小学校時代 そのいじめの体験というものを挙げております。そういった、まあ、彼はその小学校でいじめの体験とかを受けていたんですけども、まあ、なかなかその先生に気づいてもらえなかったりとか、していて、なのでそういった、それをそのいじめというものは、松田本人の力で乗り越えてはきたんですけれども、学校にはまあそういった、何かしらの問題を抱えていても、まあ、その先生に気づいてもらえなくて、自分で、溜め込んでしまっているという、まあ、そういった、子どもたちが結構多いんじゃないのかなということで、まあ、そういった子どもたちの問題を解決していくためには、その優秀な教師というものをですね、育てなければならないと、はい、そういう問題意識を抱えております。そこで彼は、まあ、その体育教師にですね、一旦大学を卒業した後になったんですけど、まあ、本人その教師になって実際に、指導者として、現場に入ってからも、まあ、その教師の能力であったりとか、教師の教育に対する熱意というものに非常に問題意識を感じたということですね。で、そこから、彼はそのハーバードの教育大学院に、進学の方をいたしまして、そこで、アメリカの方で活躍している NPO Teach for America というですね、まあ、そういった、優秀な教師を、育成する、まあ、そういった NPO があるんですけれども、そちらのモデルに感銘を受けて、そのモデルを、2010年からですね、こちらの日本でも立ち上げたという、まあ、そういった経歴の持ち主ですね。はい、彼は、そういった経歴を持っていて、まあ、非常にそのキャリアが豊富なんですね。で、彼は、今回の講演会に関しては、その彼の豊富なキャリアに基づいて、これからの時代に必要な人材とはという、テーマでですね、東北の学生に向けて、講演会を行っていただくということになっています。なるほど。ちなみにこちら、はい、日程は、あ、そうですね、6月の23日の日曜日の、はい、時間帯が、
14時から16時ですね、はいはい、14時から16時の、2時間になっております。でこちら、定員の方が75名というふうに、はい、限られているので、こちらは、これからですね、実際そのソーシャルストーリーの方にも、Facebook のイベントページの URL を、流すのでですね、はい、でそちらの方から、参加申し込みの方を、していただければなというふうに思います。はい、はい、加えてないか。はい、そうですね、14時から東北大学の図書館のメインフロアの奥、パソコンコーナーの奥の方でやるので、そちらにお越しください。あとこの講演会という形式なんですけど、まあ、松田市の講演だけではなくって参加者同士の語り合いであったり、まあ、質問コーナーであったり、そういうものがあるので、ぜひ語り合いたいという学生の方はぜひいらしてください。なるほど。結構あの一方的な講演会というよりかは結構対話形式でやっていくというような感じなわけですね。はい、東北大のじゃあ図書館 の新しくなったあの辺のフロアってことですかね。そうですね、パソコンとかも入った、はい、そうですね、はい、はいはいはい、図書館入ったらすぐ分かるって。あ、もう、スタッフがですね、外であったりバス停の方に、誘導係でつけてありますので、はいはい、はい、川内キャンパスに来れば、こちらで誘導いたしますので、場所分からない人も、安心して来ていただければなというふうに思います。なるほど、じゃあ行けば分かると。はい、分かります。はい、で石垣君がさっきから何か、あ、はい、そうですね、ちょっとちらっと見せてるんですけれども、うん、はい、こちらですね、今年の4月に、そのさっきのビラに出てきた、まあ、今回の講演会の、主催をする、松田がですね、ダイヤモンド社から本を出しました。はい、はい、Google ディズニーよりも働きたい教室ということですね、まあ、このタイトルはちょっと痛ましい感じがするかもしれないんですけれども、うん、はい、まあ、それなりにインパクトがあるんですね、はい、非常に、まあ、興味深い本になってます。これは、まあ、さっき松田は本当にキャリアが豊富ということを言ったんですけども、その、松田 の, そのいじめの体験から、NPO 日本で立ち上げるまで の, その経歴というものが、もっと詳細に書かれている本になりますね。うん、こちらの、本を読んでいただいた上で、講演会に来ると、まあ、もっと何だろう、質問がもっとしやすくなったりとか、うん、松田にもっと聞きたいところとか、出てくると思うので、こちらもぜひ合わせてですね、ご覧いただければなと思います。こちらの本は、東北大学の、川内南キャンパスの書店に、今、陳列されているのでですね、うん、特に東北大生の皆様すぐ手に入るような環境にありますので、お値段1500円と少々お高いですけれども、うん、はい、ぜひ、手に取ってご覧ください。お高いって言わなければよかった。なるほどね、はい、分かりました、ありがとうございます。ということで最後に何か言い残したことがあれば、あと1分ほどありますよ。うん、はい、そうですね、まあ、今回はこの代表の講演会なんですけど、その翌日とその翌々日、うん、24日25日には、実際この T4 Japan 東北事業部が、行う夏のサマープログラムの説明会の方も、実施したりいたしますので、まあ、この松田の話を聞いてぜひ、この T4 Japan のプログラムに参加したいという、そういう、気持ちを持たれた方は、そちらの説明会の方にもですね、合わせてご参加いただければ、ありがたいなというふうに思います。なるほど、サマープログラム説明はいいですか。はい、大丈夫大丈夫かな。サマープログラムまずはこちら、はいはい、そうですね、まずこっち。なるほどなるほど、分かりました。ということで、じゃあ、まあ、最後にじゃあもう一回日時と、そうですね、時間だけ、はい、明後日、はい、今週の日曜日の6月23日の午後2時から、はい、東北大学附属図書館川内メインフロア奥のところで、行います。はい、はい、ぜひいらしてください。行きます。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。ということでですね、今ちょっと告知していただいて、興味持った方ぜひね、行けば分かるさということだったの で, そうです、ね、東北大図書館まで行ってみてください。今週の日曜日だそうです。ではお二人さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、漆田義隆さん、でもお高いんでしょっていう隙を与えない石脇って書いてあるでもね、先に高いって言っとけばね、もう言えないですからねみたいなことはありつつ、はい、ということで Teach for Japan さんからの、紹介でした。そうですね、FIM ではですね、今回のようにですね、告知タイムというのを毎回設けておりまして、何かですね、イベントであるとかちょっと紹介したい活動がありましたら、こちらの、10分間を利用して紹介していただけますので、ぜひどんどんお越しください。もしくはちょっとこういうのいいんですかっていうのは、どんどん、江川さん一時のツイッターであるとか、Facebook などに書き込んでいただければ、どんどんですね、こちら対応いたしますので、よろしくお願いします。
というところですね。はい、ということで今日もですね、もうお時間がやってきてしまいましたということでですね、はい、なかなか、まあ、いろんな、そうですね、方が今日も来てくださったんですけど、その僕個人として思うのはやっぱりその選択肢がすごく広くなればいいなと思ってまして、今日みたいに NPO の人であるとか一般財団法人の人であるとかたくさんの方がいるんだなってことをまず分かってもらいたい。で、まあ、皆さんの例えば将来みたいなものにですね、ぜひこういう仕事があるんだ、あとはこういう活動をしてる人たちがいるんだなっていうのが自然と選択肢として浮かんでくると嬉しいなと思ったりします。はい、ということでですね、来週も、こちら、ファイブブリッジですね、同じ時間から、配信を実施します。で、来週はですね、片口商店という、あれはどう、そうですね、仙台市の青葉区か、青葉区でいいのかな、にある、お店のですね、紹介をしていこうと思っております。こちらロケ行ってまいりましたので、こちら来週はじゃあこちらの片口商店の、ロケムービーというか、ご紹介番組というのを実施していこうと思いますので、ぜひ皆さんご覧ください。はい、ということで、時間が参りましたので、今週もご視聴いただきありがとうございました。来週もご覧ください。皆さん、さようなら。